今回紹介するのは、マさん式定番家族ご飯という本です。マさんの影響でフランス料理に興味があり、本も何冊か持っています。我が家は2歳の子供がいるのですが、今回は子供に食べさせるご飯のことや、ロマンさんのフランス流育児のお話。 あと離乳食のレシピ本で私が一番お世話になった太田ゆり子さんと志麻さんの対談までフランスと日本での文化の違いの育児のお話などとても衝撃を受け参考になりました育児の方法は一つじゃない心が軽くなるようなお話まで盛りだくさんで感動ししながら読みましたレシピだけじゃない盛りだくさんな内容です やはりフランスへの憧れがまた強くなりましたあと最近我が家は味噌汁が健康にいいからと味噌汁ばかり作っていたのですがあまり食べなくなってきてしまったのでスープをたまに作ろうと思います楽しく食べることをモットーに少し肩の力を抜いていこうと思います志麻さんの考え方がとても好きですこのレビュー見てくれるかな エミおすすめおいしくて簡単。作りやすくて失敗なしシマさんのアドバイスで料理に対するハードルも下がりました買ってよかったです5歳の子供にも夫にも大好評。お魚のメニューが少なかったので他のレシピ本も買ってみたいと思います以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は、 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。